羊。もこもこの毛がごっそり刈られていく。なんかゾクゾクしないっすか？まあ見てて気持ちいいってのはわかる気もするけど。でしょ？エモいエモい。先輩もだいぶ髪伸びてますよね。うん、最近床屋行ってなかったからな。べーべー。先輩は借り入れしないんですか？はあ、俺は羊じゃない。いや、だいぶそれっぽいと思いますけど。このままだと前見えなくなっちゃいますよ。いや、二度目。明日床屋行ってくるから。床屋？もう。私が手伝ってあげますよ。べっかり入れ。なんでそんなもん持ってんだよ。兄貴の借りてきたんですよ。たまたまっすよ、たまたま。嘘つけ。先輩のモコモコをガーって刈り取ったら気持ちよさそう。だから俺は羊じゃないって。ねえ、ダメっすか？ダメ。ちょっとだけ。ねえ、先っちょだけいいじゃないですか。絶対ダメだって。床屋でもバリカン使うくらい短くしたことなんてないんだから。Shit.